古墳群は、秋田県南秋田郡五条目町上樋口あざ、樽沢に所在する奈良時代前幼から平安時代にかけての墓域。秋田県指定史跡となっている。岩野山古墳群は、1960年に工作者によって発見された後、郷土視野の奮闘姿勢の知るところとなって、地元で注目されることとなった。遺跡は、八郎型東岸に南北に広がる。 鉱石大地の一つ、通称、岩の山に立地している。岩の山は、では丘陵より北西方に伸びた、絶上大地で、古墳群は、標高36メートル前後の大地先端部に、一致している。秋田県の日本海沿岸部には、他に、伊川町の飛び塚古墳群、小菓子の脇本藩の町古墳、藻賀大古墳、秋田市の久保大古墳、荒谷浜古墳、小味古墳、 ユリ本城市の道の川古墳があるが、いずれも東古墳群よりも南方に位置する歴史時代の古墳であり、東古墳群より北の米城川流域からは類例がないため、しばしば日本海沿岸部西北の古墳群と称される。東古墳群のある五条目町からは小池あざ海防で九世紀公用から十世紀にかけての製鉄艦練習落遺跡、海防遺跡、 大川谷地中寺地,地で、奈良、平安時代の漢画的性格を持った遺跡、中谷地遺跡が見つかり、共に発掘調査が行われている。岩の山古墳群の発掘調査は、1961年から1963年にかけて、奈良修介、豊島登によって山頂部の北東斜面について行われ、確実なところでは6基の古墳が確認された。また、 1974年には、五条目町教育委員会による北西斜面の発掘調査が実施され、12基の遺構を確認した。これらの古墳、遺構は、墳球は残っておらず、地下の遺構のみが残存していたものである。工作によって大きく土を動かした形跡はないとの話もあり、詳細は不明であるが、本来墳球を伴うものであったとしてもさほど高くは、 なかったものではないかと見られている。北東斜面地区の遺構と遺物、編集 A1 号分は基板の粘土層を削り出して高さ 30cm、長さ 5.8m、幅 2m のベッド上に木段を作った跡があり、その中央に長さ 3.5m、幅 1m の土壕があった。土壕の外縁に沿って幅 15cm、深さ 20cm ほどの小さな 溝状痕跡が C をめぐっていたが、これは、気壇の上に組み合わせ式木管を置いた痕跡と考えられる。副装品としてわらび手形な、毛抜き形立ち、リリン式型頭地下等、鉄製靴は、マガタマ4、腰帯飾り石10、末木月3、末木皿1、末木長首壺1、トース2点などが出土した。出土したい物から9世紀前半に営まれたと、 考えられる。a 2号分は1号分の南西2メートルの地点で確認された。長さ2.5メートル、幅75センチメートル、深さ15内し20センチメートルの土壕で確認状況から長さ1.9メートルの丸太を半分に立ち割り、それをくり抜いて先竹形木管としたものであり、前後は30センチメートルほどの厚さの木材で密閉したとみられる。 ここでも浅い土壕の上に木管を置いたものと考えられ、A1 号分の事例とともに、宮城県からスや崎2号分に見られるような、墳球中腹への木管自家層に類似する例と考えられる。副装品は、鉄製トース、刈股鉄属、平根の矢尻、まがた一、末木月三、弾じ月一であった。出土遺物から旧世紀前半に営まれたと考えられる。 A3 号分は粘土核の中に長さ1.7メートル、幅70センチメートル、深さ15内し20センチメートルの土壕があり、内部に木炭片が混入していた。副装品は2点であるが、詳細不明となってしまっている。A4 号分は粘土核の中に3号墳と、ほぼ同規模の土壕があり、内部に木炭片が混入していた。副装品は、末期月1。 弾き鉢1である。主軸は3号分同様、東西方向である。A5 号分は、北端一部が破壊されているが粘土核の中に、長さ3.24メートル、中央幅1メートル、深さ15センチメートルの土壕があり、内部に、弾き付きの破片が散乱し、末木壺破片が上面を覆っていた。A6 号分は、粘土核の中に、長さ2.7メートル、 幅9 0トル、深さ15内チ2 0トルの土壕があり、長軸両端が平面形状ではややすぼまり、断面はやや深くなる形状をなしていた。北西端の一段、低い箇所に粘土海があり、その上面つらから、弾き片、仮面から通す3、腰帯飾り石1が置かれていた。北西斜面地区の遺構と遺物、編集北西斜面からは、 円形修行1、方形修行2、土工9の、計12機の移行を検出している。北西斜面と異なって副装品は少ないが、土工はいずれも土工墓と考えられる。B1 号修行、B2 号修行はいずれも、方形を呈しており、B2 号の移行上面からは発生紀中央頃の、弾き付きなどが出土している。また、B12 号修行は円形を呈しており、発生域、 後半から末端にかけての年代が想定される。これら歴史時代の修行母は、青森県では、八戸地方、津軽平野、岩手県内陸部、秋田県では特に、横手盆地に多く見られ、宮城県では、大崎平野に、日光山遺跡で7期確認されているだけで、北海道や山形県以南には見られない母性である。土工墓は、ほぼ長方形をなしており、 墓に服装された土器類は、おおむね旧世気候半代を主軸としている。なお、移行外からは、公園部と警部に沈線文を持つ、弾き亀一点が出土している。元来、弾きは、原則的ないし伝統的に文様を持たない土器のはずであるが、東北地方北部を中心とする地域の発生期前後の弾きには、公園部に沈線文を持つものが、しばしば出土し、 秋田県下でも旧遺跡からの出土が確認されている。特に、秋田市の秋田城跡及び五条遺跡、とりわけ五条遺跡 E 地区より多く見つかっている。東古墳群は、遺物からは8世紀前溶から9世紀後溶の時期に、営まれたものとみられ、遺構の数からすれば、やや年代幅がある。北東地区の A1 号墳の腰帯飾り石は、 律令成果の官人が身につけるもので、内訳は順方4、丸とも6であることから、1セットの帯であると見て良い。腰帯飾り石は1点だけではあるが、A65 分からも見つかっている。また、当時の官人にとっては筆形であったトースが、A15 分、A25 分、A65 分が見つかっているところから、この3期については、律令国家と関連の深い官人が悲壮者であると、 見られる。ことに、a 1号墳の副葬品は、ブ具、バグ、ソーシング、ドキ類と、種類、数ともに多く、年代的には9世紀に属しているが、太平洋側の7の8世紀の古墳に類似する、豊かな副葬品を伴っている。東古墳群西方、約 2.5km の中石地に所在する、五条目町大川石崎には、古代秋田軍が後の可能性のある石崎遺跡があり、 その関連性も指摘されている。平安時代の東北地方北部は一部に形を変えた終末期古墳が残り、周行母、土工母、仮葬母が加わって母性は多様化の傾向が見られるが、東古墳群でも2つのタイプの墓が確認された。仮葬母は東古墳群では見つからなかったものの秋田県、山形県は太平洋沿岸に比べ検出例が比較的多く、 中でも秋田県は古代仮想母分布の北限に一致している。岩野山古墳群は1963年2月5日に秋田県指定史跡となっている。指定面積は1000平方メートルである。なお、同日、平安時代の井戸跡である、スズメカンコナイも県指定史跡となっており、現在は大屋を設けて保護している。ありがとうございます。